こんにちは、丸さんです。映画のパンフレットのレビューということでですね、何とかやってますが、今回手に入ったのはこちらの映画のパンフレットです。この世界の片隅にという映画があったんですが、まあそれがですね、ちょっと名前がくっついて、この世界のさらにいくつもの片隅にという、映画が上映されてます。アニメーションです。で、そのパンフレット結構大きいです。ほら、レコードジャケットみたい、ちょっとちっ一枚ちっちゃいぐらいかな。中見ていきましょう。まあ、ちょっとね、この世界の片隅にという映画かなり話題になりました。広島県呉市のね、まあ、広島市内とか呉の様子とか、結構その精密っていうか忠実に再現しているやつ、映画です。映画とアニメーションですね。まあ、ページ開きますと、まあ、監督脚本、片渕綱さんのインタビューが書かれています。出てます。結構大きいですね。読み応えあります。それから絵コンテがありまして、スタッフインタビューということで、浦谷千恵さん、それからキャラクターデザインということで、松原秀則さん、美術監督林光介さんと、音楽主題歌、良かったですよね、琴りんごさんでした。はい、です。そのインタビューかな、インタビューが入ってます。それから劇中の絵が入ってますね。いいですよね、この柔らかいタッチ。でも結構内容はシリアスなんですよ。登場人物キャスト紹介がありまして、北条すずさん、旧姓浦野さん、これね、ノンさんがやりました。あの声の感じ忘れられないですよね。で、まあ、まあ、結婚相手になる北条周作さん、それからお友達になる白木凛さん、それからそうね、黒村春美、黒村恵子、浦野澄、水原哲、北条円太郎か、北条さん、浦野十三、浦野関の森田糸さん、千田さん、海田さん、堂本さん、あとテルさんね、なんかですね。それと、原作の、河野文雄さんのインタビューが書かれてます。それから漫画のコマが少し入ってますね。ちょうど凛さんと出会ってるところかな、桜の木があって、なかなかいい感じですね。この原作もいいですよね。それからロケ地マップがついてます。エヴァ広島市、ほんと結構そっくりに書かれてるんですね。まあ、当時とね、まあ、戦時中と今とまた風景ちょっと違うんですが、道の感じとかそのまま残ってるところもあります。大正屋呉服店、ありますね。あと福屋百貨店新館広島市、これも当時のまんま、現在も同じ建物なんですね。それから広島県産業奨励館、いわゆる原爆ドームです。この世界の片隅にの中では、まだ原爆落ちる前のね、広島県産業水、奨励館として、描かれています。だから呉市の三倉。あ、これ同じなんですね。今も同じ残ってます。それから士官兵集会所、呉市。なんか似てる建物、今も同じような建物があるんですね。それから海軍病院前の階段、呉市ですね。あ、この階段も今残ってるんですね。ということで、この世界の片隅に結構ロケ地マップとして、広島市、それから呉市を歩けるようにもなってます。で、続きまして鈴さんからの手紙ということで、手紙、鉛筆書き、いや、鈴さん本当絵が上手だったんだからどうかなみたいな感じですよね。設定ですけどね。それからこれは、アニメ評論家、藤津亮太さんの文があって、それからゴスペラーズの黒沢薫さんの段というのがあります。それから追加シーンの解説、まあ、このね、今回さらにいくつものってついたところで追加シーンがありまして、その解説が入っています。A パート、 B パート、 C パート、 D パート、それぞれ追加されているシーンがありますね。ちょっと読みます。本作には前作で映像化されなかった原作のシーンが250カット以上、30分以上にわたって追加されている。ここでは新規に作画された13のシーンをピックアップし、それらが本編中どのあたりに挿入されているかを1位から13で記した。
ということで、どこが追加されているか、もともとのね、この世界の片隅にと見比べてみるのも面白いかなと思います。あ、2ページ目もありました。それから、この世界の片隅の記録ということで書かれています。劇場上映記録ということで、鑑賞観客数210万、5014人、興行収入27億2113万9956円、上映劇場数484館、ただし2019年10月31日現在、最大同時公開劇場数が301館、もともと話題にはなったんですけど、いわゆるその大きいアニメーション作品ではなかったんですけどね、結構話題にはなりましたよね。それからプロダクションノート、日記風に書かれています。2010年8月から9月とか2012年10月11月ずっと来て2019年とかね、書かれています。それから最後テキスタッフ&キャストということで、オープニングのクレジット、オープニングのクレジットがあるんですね。それから途中これでいいのかな、ずっと来てね、あ、違う、ね、オープニングのクレジットがあって、それからエンディングのクレジットが書かれています。それから、あ、これが重要ですね。今回クラウドファンディングで支援してくださった皆様ということで、お名前がずっと書かれています。すごいです、これ。何人いるんだろう。それから応援チームの皆様ということで、こちらも名前がずっと書かれています。まあ別に本名じゃなくてね、ペンネームとかこういう名前で書いてくださいということで書かれているんですね。すごいです、ここまでずっとあります。ということで、この世界の片隅に、の、追加版といいますかね、この世界の、あ、違う、この世界のさらにいくつもの片隅にという、作品のパンフレットでした。In this corner and the other corners of the world、片隅にね、後ろにね、ここにね、英語で書いてあるんです。In this corner and other corners of the world、 世界の片隅、コーナーという意味ですね、この世界のさらにいくつもの片隅に、パンフレットのレビューでした。以上。富士山見るなら山中湖、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。